どうもこんにちは、タカです。今回もパズドラ実況やっていきたいと思います。前回ヒカルが魔法石くれて、そしてサオリですね、サオリを当ててくれて、まあ、セイントセイヤコラボのキャラ全員コンプリートできてめっちゃ嬉しかったっす。まあありがたいですね。動画、ヒカルの動画見直したんですけど、すごい引きでしたね。10回目ぐらいに、なんか、一気、サオリみたいな。あの流れはすごかったですね。いや、まあ、めちゃくちゃ嬉しかったですね、あの時は本当に。まあ、全然100回引いても出なかったんで。で、魔法石、まあ、450個ぐらいもらって、今後、まあ、この魔法石をどうしようかなと考えてた時に、まあ、キャラクターが全体的に全然レベル上げできてないんで、これからは、自分のランク上げと、キャラクターの、レベル上げしていきたいと思います。この石を使って。で、また、まあ、ゴッドフェスとかあったら引くかもしれないですけど、まあちょっとまあコラボガチャとか多分ないと思うんで、まあこれを使ってモンスターのレベル上げなどしていけたら、まあ今ランク120目指してるんですけど、120になると、フレンドがナンバー2、一人のフレンドのナンバー2まで確かできるはずなんで、フレンドとしてダンジョンに連れていけるはずなんで、まあ120目指してるところですね。で、今回の動画なんですけど、今回の動画は、今見てもらってわかるんですけど、スキルレベルアップ2倍ということで、この被ってる旬とか、氷河とかのスキル上げしていきたいと思います。あとは、まあ、とりあえず、そっちしていきたいと思います。どうしよう。一気のスキル上げ。2体目持っとくっていうのもありなんすけど、どうしようかな。あ、そうや。一気と、サジタリウス聖夜、生贄に捧げられてましたね。前の動画のカメラ撮り、固定の方じゃなくて、手でカメラ撮った時は僕気づかなくて、あれだったんですけど、生贄に捧げられてて、まあその生贄が良かったんかなって感じですかね。よくわからないですけど、とりあえずコンプできてありがたかったですね。ではとりあえず今日はスキル上げやっていきたいと思います。どうしよう、プラス1のやつに食わすか。プラス1だけついててもなんか中途半端なんで、こっちの旬を食わしていきたいと思います。ベース選択、じゃあとりあえずやっていきたいと思います。 1,2,3,4,5 スキルレベルマックスはどれぐらいなの。ターン9ぐらいまでなるんですかね。スキルレベル5か6ぐらいかなって感じですね。 OK、 合成、はい、上がってくれ、頼むぜ。スキップ、 OKOKOK。 まあこんなもんですね。 20% なんで、ただスキルマックスいってほしいですね。絶対頼む、スキルマンになってくれ。うう、マジか、痛い。スキルマックスなれ、お願い、頼む。結構怪しい雰囲気が漂ってますね。マックスいくらやろ。6ぐらい。まあ最悪プラスのやつも使うんで。
うわー上がらへん。マジか、運悪いぞこれ。1,2,3,4,5、 うん、上がってくれ。プラスのやつ使っちゃいました。 OK、 マックスいった。おう、5、スキルレベル5でターン10でマックスなんですね。うん、とりあえずネビュラチェーン回復エンハンスですね、うん、回復タイプのエンハンス。よしよしよし、じゃあ次は氷河やっていきたいと思います。こっちもプラスは置いといて、25体か、シュンより少ないな。バランスタイプのエンハンスなんで、黄金の方の聖夜にパーティーに入れれるかなって感じですね。お、調子いい。あと2レベル。OK、どんどん行きましょう。おー、優秀優秀。あと1体、まあまあまあ1体ずつ入れても多分意味ないんで、意味あるかな、うん、サブキャラとして使うかどうかですね。おお、マックスなった。プラス置いとくかな。じゃあ紫龍はまあちょっと違うキャラで育てて、て紫龍に紫龍は食わしてないんで、今から食べさせていこうと思います。 OK、 紫龍がいっちゃんスキルマックスになってほしいですね。そういえばドラゴンタイプパズル&ドラゴン、なんか結構僕のイメージとしてはドラゴン、お、超成功。そっちじゃなくてスキルが上がった仕方。パズル&ドラゴン、ドラゴンが弱いイメージがあったんですけど、ドラゴンボールコラボによってだいぶ、ドラゴンボールコラボとかパガンが強くなってだいぶドラゴンは使えるようになったなっていうイメージが僕の中ではありますね。 OK、 もうちょっと。あ、やばい、下手しい、上がらへん。頼む、紫龍だけ上がってほしい。頼む、これ上がらへんかった、どうしよう。かっ、うわっ運が悪い。あー、10位。あれ、紫龍だけターン数が短い。あれ、氷河とかちゃうわ、こいつじゃない。こっちか。ターン10。うわ、マジか。紫龍だけターン短い。上がれへんかな、ちょっと痛いっすね。まあまあまあ、仕方がないっすね。うん、ここらへんは。紫龍のためになんか、ガチャ引くのもなんかおかしいと思うんで、おかしいんかな。うん、欲しい人は欲しいやろ。じゃあ次は聖夜上げていきたいと思います。上がれ。聖夜は、聖夜はどういうスキルやったっけ。おー、3つ上がった。聖夜はペガサス流星剣、もう、バステト系のスプレッドキャット。まあ、そんな感じの名前のスキルですね。全体攻撃。大成功。OK。どうしよう。まだいっぱいおる。せやいっぱいおるから。1、2、3。
壊してみよう。いっか、置いとこう。これでボックスがだいぶすきました。開いた。すく、うん、開きました。あー、一気。一気どうしようかな。一気も。素材選択。あ、そうか。一気にじゃあ、一体だけ上がるかどうか、やってみたいと思います。ちゃうちゃうちゃう、モンスターボックス。解除。パープ合成。合成開始で。上がってくれ。頼む。スキルレベル1。可能性は低そう。ですよね。うん、ですよね。それじゃあ、あとは、進化合成。まあ、この、前の動画、セイントセイヤーの動画撮ったんが、月曜日の、0時やったんで、今は、水曜日なんで、まあ、2日後経ってて、まあ、石使って、1機とか、まあ、いろいろ、チョキルビとか、チョキサファとか行って、まあ、1機とか育てたんで、ここら辺進化させていきたいと思います。選択。OK。いけ。進化しろ。おー、かっこいい。かっこいいですね。だいぶ変わったな。ブロンズセイント、鳳凰星座、フェニックスかな。フェニックスの一機。炎属性強化と、回復。フェニックスならではのスキルですね。で、攻撃タイプの攻撃力が4倍になる。お。また使っていきたいと思います、一機は。で、あとは誰か進化できるやつだったんだ、確か。進化。あれ、おらへんかったっけ？ああ、え？あら。ああ、これ使ってもたんか。ベジータも進化できる予定やったんですけど、一個足りなかったみたいですね。ミスった。計算ミスや。今回、まだちょっと時間あるんで、セイントセイヤコラボの前上級行ったんですけど、まあ、ボロボロに負けて、この後ちょっと上級行くか迷ってるんですけど、上級。まあ、どっちかって言ったら、キリンパーティーで上級行くかちょっと迷ってるんですけど、今回上級で、この攻撃タイプのモンスターたちで、チームで、パーティーで、上級行きたいなと思ってるんで、今から、セイントセイヤの上級、やっていきたいと思います。フレンドは誰にしようかな。攻撃タイプ誰かおったっけ？これは、火属性。ドラゴンタイプか。闘争は？おう。闘争を連れていきたいと思います。うん。一気かっこいいですね。全員攻撃タイプなんで、これで、攻めたいと思います。お、アルデバラン。アルデバランの HP は確か上級だと20万かそこら辺なんで。
上級になると160万ぐらいになってもう一気に強くなるんですけど、まあ今なら削れるはずです。ちょっとスキル貯めていきます。いやーでも普通にいけるかな、あんまり調べてないんですけど。上級、上級は強かったっすね。まあ濃紺でいける気があんまりしなかったっすね、あの団長は。今の段階だと OK、 いけいったかな、全然やな。とりあえず相手に攻撃させないスタイルで。上級はだいぶ楽っすね。うん、OK、 一旦攻撃なんで先に倒していきたいと思います。OK、 これも水タイプか。水タイプということは木で攻撃。あ、緑、緑ミスった。でもダメージ当たるとちょっと痛いっすね。そうそう、威嚇持ち。次は H ハートをドロップ消しながらクリアしたい。回復力が強くない。まあまあこのパーティーだと攻撃当たらない前提でやっていった方が良さそうですね。ってことは天津飯入れても微妙か。シガ波動の変読めないですね。とりあえずこれ使いたいと思います。で火をできるだけ消す。火を消す。いきます。ん？どうなる？もう結構 HP 高い。倒せるかな？とりあえずいっぱい消すスタイルで。上級だとあんまり食らわないですね。あとはおスキル使いたいと思います。攻撃テンションかな。OK、スキルで決まりました、時間がもうちょっと、結構いい時間。ありがとうございました。よし、それでは今回の動画はここで終わりたいと思います。まあ、今後はちょっとランク上げとモンスターのレベル上げを頑張っていきたいと思います。まあ、石がいっぱいあるんで、惜しみなく使っていこうかなと。で、あとは、まあ、もう一回、超級に挑戦してこいと、ヒカルからの、まあ、動画で、中であった通りにあるんで、次の動画では、超級、多分、パーティー的にはキリンで、超級、挑戦したいと思います。今回の動画は、これで終わります。ありがとうございました。